新宿中央公園方面より見る小田急第一生命ビル。中央の建物はハイアットリージェンシー東京。右端は東京都庁舎。小田急第一生命ビルディングは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。旧称は新宿第一生命ビルディングで2010年4月に開消した。 新宿副都心建設公社によって造成された外区は順次売却され、東ビルが一致する新宿新都心7号地は第一生命保険と小田急電鉄が共同で購入した。その購入した敷地に第一生命が新宿第一生命ビルディング小田急電鉄が小田急センチュリービルをそれぞれ建設した。東ビルは第一生命にとって 初めての高層投資用ビルとして建てられた。隣接する小田急センチュリービルと形が同じで、線対称でデザインも同じツインビルである。外壁は共にレンガ色で直角三角形の建物となっている。また、小田急センチュリービルとの間の大屋根を持つ公開空地を設置。スペースセブンではイベントが行われることがある。2007年9月末。 小田急電鉄グループが、東ビルの新宅受益券を特別目的会社から300億円超で譲り受け、2010年4月に名称を小田急第一生命ビルディングに改めた。常用エレベーターが各バンクに7機ずつ合計14機あり、低層用エレベーターは東芝製、高層用エレベーターは日立製であり、駐車場用と非常用は三菱電機となっている。 9階と15階に乗り継ぎ替えがある。2011年度から2012年度末までにすべてのエレベーターのリニューアル工事が完了した。などなど、ありがとうございます。